梶裕貴のトガキ劇場。今回一緒に挑戦してくださるのが3時のヒロインさん、そしてカモメンタルさんの2組です。どうぞよろしくお願いします。とにかくかっこいいですね。トガキとは物語において登場人物の感情や動き、設定などを説明するものですが、この企画は劇中に読まれるトガキだけを頼りに物語を進行。例えば梶裕貴は突然ダンスを始めたみたいな。トガキの指示に対し役者はセリフや細かい演出など全てアドリブで行わなければいけないトガキだけが頼りという究極の即興ドラマなのである。今回の挑戦者はまず最初のトガキドラマですけども、一緒に挑戦していただくのは3時のヒロインさんでございます。よろしくお願いします。脚本はどなたが担当されましたか？はい、私が書きました。はい、はい、今回のテーマは裁判です。お、裁判、裁判、これは難しそうですね。裁判というテーマ以外何も分からず席に着く3人だが、福田の書いたトガキによって物語は大きく揺れ動かされる展開に。もう夢でできてる。それでは参りましょう。梶裕貴、ゆめっち、かなでによるトガキドラマ裁判です。どうぞ。ここはとある裁判所。一組の夫婦が離婚をめぐり裁判を始めようとしていた。妻への愛がとっくに冷めきっている夫裕貴、対する妻の奏は今でも夫を愛していた。奏は怒りと悲しみと不安と憎しみと長州小力が入り混じった声で夫へ愛を告げた。別れたくないわ。そんな妻の横に座るのは裁判で一度も負けたことがない超エリート弁護士溝田だ。溝田は奏を安心させるべく裁判に絶対勝てる理由をいかにもエリートっぽいインテリ口調で語った。私はね、朝から晩まで裁判のことしか考えてない。だから絶対勝てるの、信頼して。いよいよ裁判が始まった。まずは夫が証言台に向かい妻と離婚したい理由を赤裸々に語り出した。私、夫裕貴はですね、もう奏の全てが許せません。まあ全てと言いましてもあえて一つに絞るとすれば、似てないモノマネでしょうか。今皆さんも聞きましたよね。あれのどこが小力ですか。失礼でしょ小力に。僕はね、奏のその中途半端なところが嫌いなんですよ。やるならもっと髪の色、長さ、服装全て整えてから来てほしい。膝も故障してきてほしい。そのあ甘っちょろいところがね嫌いです。付き合った時はそんなじゃなかった。もっとちゃんとした小力でした。以上です。次に妻が証言台へ向かい離婚したくない理由を語り、最後に涙を一滴流した。動揺しちゃった。私は夫を愛しています。でも最近私が小力さんへのモノマネ突き詰め方が弱くて、なんでだろう、似せることができなくて。でも私は勇気を愛してる。ただそれだけなんです。だから私は別れたくないんです。
ありがとうございました。夫は妻の勝手な言い分に感情が抑えきれなくなり、怒涛の勢いで反論する。さっきから聞いてれば、なんだそれ、僕が変わったって言いたいの？変わったのは奏でしょ。最初もっとあれだけモノマネへの意欲あったじゃん。どうしちゃったの？今自分がやりたいことって何なの？こいつ生きてるよ、でも死んでます。ひどい。キレてるんですか？キレてないっすよ。耐えきれなくなった妻は夫の不倫疑惑について追及し始めた。まず言わせてもらうけど、なんで浮気したの？よく浮気しといてそんなに怒れるわよね。確かにあんたは顔もかっこいい、声も素敵だけど、どんどん私の気持ちから遠ざかっていった。だから私のモノマネもだんだんいなくなってきた。あんたのせいよ。不倫がバレていたことを知った夫は開き直り、ヘラヘラ顔でどれだけ離婚したいかをヘラヘラ語った。意義あり。チュッス。ヘラヘラしてる。ヘラヘラしてんの。チュッス。何？そりゃするっしょ。だって俺が好きになったのは長州小力の真似がうまい奏じゃん。でも今の奏はもう小力じゃないわけよ、うん、小力要素を引いた奏はもう奏だから、うん、そこには何もないよね。嘘でしょ。以上です。一度も負けたことのないエリート弁護士は負けるわけにはいかないと、なぜそれでも離婚するべきではないかを語った。失礼します。証言台に立った。奏はあなたのことを愛してるんですよ。もっと可愛いとこ見てください。あなた小力の可愛さ知ってます？お腹とかが出っ張られているところですよね。だ彼女も出っ張られている、すごいいろんな部位が出っ張られているんですよ。奏で切れてんのか？切れてないっすよ。これなんですよ、切れがないんですよ。逆にもっと付き合った時は違ったんですよ。付き合った時はどんな感じだったんですか？ちょっとあなたやってみてください。クルトナス、これです。くれてないっすよ。素敵ですね。なんでよ。あなたは私のことを愛していたわけじゃなくて小力を愛していたの。お前の中の小力を愛していた。この時夫は内心ビクビクしていた。そう、その不倫相手とはまさに今ここで離婚を反対しているこのエリート弁護士溝田なのだ。お前余計なふりすんなよ。このままうまく離婚すればお前との生活が待ってるんだ。ごめんなさい。内心動揺している溝田は独り言のように今の感情、心の声を語った。早く離婚して。なんでこんなやつの味方しなきゃいけないの。何も知らない奏はこの裁判に勝つと誓ってくれた溝田に泣きながら救いを求めた。弁護士、私本当に別れたくないんですよ。だから私が別れないように、私とユキが別れないようにお願いします。まず戻ってきてください。すいません。
弁護士がそこに立ってるの見たことないです。溝田はこの妻を憎んでいた。こいつさえいなければ勇気との幸せな結婚が待っていたのに。溝田は小難しい法律を持ち出し、やんわり離婚の方向に話を進めた。離婚って日米和親条約と一緒で、結婚したら離婚ってくるんですよ。結婚したら離婚ってくるんですか？絶対に離婚したい勇気は、不倫相手をどれだけ愛しているかをロマンチックな言葉で情熱的に叫んだ。俺の人生はもう夢でできてる。俺が日本だったら夢はアメリカ。嘘でしょ。この日米でさ、和親条約結ぼうよ。どういうこと？溝田はおもむろに机の下から不倫の証拠品を出し、皆に見せつけた。どういうこと？みんな見てください。これが私たちの和親条約です。驚きを隠せない妻。溝田はもうどうなってもいいと勇気への愛を歌でぶつけた。私が今朝飲んできたのはレッドブル。決して死なないデッドプール。私はこの裁判を勝利をゲットする。愛してる勇気。弁護士。どういうことですか？夢って呼んでるし、もしかして不倫相手って。かなで。何？その写真を見て分かるように、俺の心はもう夢の元にある。お前には本当に申し訳ないと思うが、やっぱり自分の気持ちに嘘をつくことはできない。嘘。かなで、別れてくれ。妻は夫と溝田の裏切りに激高し、持てる全てのスタミナを使い切るように怒り踊った。ふざけんじゃないわよ。ずっと私を騙したのね。おかしい、おかしいわよ。ふざけんじゃないわよ。奏さん、ふざけんじゃないわよ。溝田はサスペンスの自供シーンさながら、今までのすべてをつらつらと語った。私だって恋とかしたかったんだもん。だって私が前プロレスやってた時に、お客さんとして来てくれた勇気が夢のコブラツイスト受けたいな、受けたいなって言ってきたから、コブラツイストしたらそのまま付き合うことになって、ラブラブだなって思ってたら、なんかあんたみたいな最強のプロレスラー。奏、なんでプロレスやめちまったんだよ。プロレスやってるお前は輝いてたぞ。プロレスやってたら恋愛できないの。そんなことないさ。わかる？人と戦いながら恋愛できないのよ。なんとか言いなさいよ、あんたも。裁判長。静粛に。そう裁判官に注意された3人は席に着いた。裁判官すみません。そして判決が下された。その判決に3人は
それぞれの感情がこみ上げたような表情を浮かべたのだった。まずは長州小力さん、本当に失礼いたしました。あのみんな大好きっていう設定ですからね。というわけで、いや今年一番汗かきましたね。本当だ、今もめちゃくちゃじんわり。今までも小力さんのモノマネさせていただいたんですけど、今日が一番似てなかったんです。切れてないっすよ。小ボケで書いた長州小力さんがここまで軸になると思ったら小ボケやったんで。カモメンタルさんはこちら今のご覧いただいていかがでしたか。裁判官にちゃんとお礼とかもしてたし、お辞儀お辞儀してたじゃないですか。経験はないですけど、なんかそういう時ってするもんかなとか思って、ちょっとでもこうリアリティ出した方がすごい。ゲームメイキングがすごいしていて、対応力すごいですね。対応力すごかったですね。それではここからトガキドラマを振り返っていくよ。脚本を書いた福田さん、気になったところはあるざんすか。ゆめっちの初めて喋るシーンなんですけど、裁判に絶対勝てる理由をいかにもエリートっぽいインテリ口調で語ったのところなんですけど、ゆめっちってめちゃくちゃバカなんですけど、一番賢い言葉ってどんなんだろうなと思って書いてみたんですけど、裁判に絶対勝てる理由をいかにもエリートっぽいインテリ口調で語った。私はね、朝から晩まで裁判のことしか考えてない。だから絶対勝てるの。バカやな。信頼してる。薄っ。この弁護士ついたらもう不安でしょうがないですね。ちなみにどこで頑張って、入り口の私はから頑張ってましたよね。そうです、私はね、私がマックスですね。インテリ口調のあそこも見てみたいですね。ちょっとヘラヘラしてるカジさん、めちゃくちゃ良かった。これがヘラヘラなのかっていうね。夫は開き直りヘラヘラ顔でどれだけ離婚したいかをヘラヘラ語った。意義あり。ちゃんとあの手に戻すっていうね。いやあれもすごい技ですね。すごいヘラヘラしてるな。すごいヘラヘラしてんの。腰掛けちゃった。すごいな。すごい。孫悟空並みに調子に乗ってる。そりゃするっしょ。チャラいだけです。チャラチャラ。あんま動きがどうしてもやっぱ裁判ってないから、なんかちょっとやれるとこで動いとかないと絵がつまんなくなっちゃうかなと思って。すごい。すごい脳みそフル回転だ。次回はカモメンタルさん。いやちょっとプレッシャーになりましたね。カジさん の今のパフォーマンスを見て、だから僕もなんかそれに頑張ってついていこうかなっていう。僕もむしろ乗っかっていきたいの。いやいや、私はもうお互いも乗っかりやって、ね、本当にすごいことにすごいことにしてやりましょうよ、ね、って本当にすごいことになっちゃった。カモメンタルとカジ君のトガキ劇場は近日放送。ない。